フードコートの新商品、ザクロ&ラズベリースムージー270円です。真夏だったらもっと嬉しい酸味の効いたスムージーです。ミチョのザクロ味に似ています。今年も登場、いちごスムージー270円です。いちごっぽく見えないサーモンピンク色です。スムージーは 380ml くらい入っていました。コストコのスムージーは規格外になった旬の果物を利用して安く提供しているとのことです。いちごの品種は分かりませんが甘酸っぱくて美味しいです。でも酸味がかっているので顔がキュッとなります。すっきりした味わいです。シュリンプビスク430円です。新商品となってましたが毎年この時期に登場してますよね。昨年は380円でした。 350ml 入りエビは2個でした。濃厚なエビ出汁のトマトスープ、四角く切った野菜の存在感があって食べ応えがあります。素材の旨味もしっかりで美味しいです。プルコギベイク680円です。フードコートの超ロングセラーの定番品ですね。買ってすぐはパイ生地がパリッとサクッとしてますが1時間かけて持ち帰ったのでしっとりしています。 300g24cm、プルコギがギュッと詰まっているのでしょっぱいです。主人はね気に入っているんですけれども私はあまり好きじゃないです。フードコートに白ぶどうスムージーが再登場です。 500ml のカップに 380ml 入って270円です。爽やかな酸味ですっきり、今日は暑かったので美味しかったです。フードコートにダークチェリーサンデーが再登場、380円です。フードコートはぶどうスムージーからピーチスムージーに切り替わってましたが今回はダークチェリーサンデーを買いました。チェリー系のドリンクやキャンディーは苦手なんですけれどもこれは好きです。大きな果肉入りソースと北海道ソフトとの相性がいいですね。スプーンが2本だったり1本だったりしますけれども2本つけてくださいました。ファラフェル&フムスサラダ680円です。ファラフェルサラダにフムスが加わりました。実はねあまり好きではないんですけれどもね彩りが良いメニュー表を見てたら食べたくなりました。フォークは2本です。ドレッシングはオレンジタヒーニソース、カレーのようなスパイスが効いていてこのソースは好きです。ファラフェルは6個、レッドキャベツかな、それと千切りの人参、オイル漬けのセミドライトマト。でもファラフェルがねもうね改良してほしいです。フムスは豆のペーストなので混ぜるとサラダ全体がドロッとザラッとします。何にしろね私はやっぱり苦手で主人は気に入ってます。フードコートにマンゴースムージーが値上げしての再登場です。 500ml のカップに約 380ml 入って300円です。コストコのスムージーは規格外になった旬の果物を利用して安く提供しているとのことです。100g あたり 58kcal、 380g で 220.4kcal です。マンゴーの品種は分かりませんが、しっかり熟したマンゴー味で美味しいです。フードコートのハワイアンピザホール1980円です。直径は約44センチで12等分に切ってあります。スタッフさんによってはしっかり切れてないとかジグが合ってなくて大きさがバラバラってこともありますが、コストコだからと許します。ちなみに6等分のスライスは1枚380円です。ピザにしては大きめのカットのスライスベーコンがたくさん乗ってます。パイナップルはチャンクです。去年のと同じですけれども、ちょっとパイナップルが少なくなったように思います。温かいパイナップルが苦手な人も多いみたいですけれども、口の中でベーコンの塩分をパイナップルの甘酸っぱさが優しく包み込むので、とても美味しいです。私は好きです。パイナップルソフトクリーム300円です。
ソフトクリームもまた値上がりしましたね。甘酸っぱい濃いめのパイナップルソフトとミルキーな北海道ソフトクリームとの相性も良いです。ミックスにしたのは正解でした。 260g で 395.2 キロカロリーです。ちなみにパイナップルソフトのみだと 260g で 353.6 キロカロリーです。サーモスのスープジャーに入れて持ち帰ってみたら、上の部分は駐車場に着くまでの間に溶けてしまいましたが、下の方は70分経ってもこんな感じで残ってて美味しくいただけました。しかも安定しているのでカートの上でも倒れなかったです。グリルチキン780円です。8個入っていました。焼き加減はこんがりめ、多分コチュジャンを使っていると思います。今年流行ってますもんね、コチュジャン。甘辛くて美味しいです。少しピリ辛ですが、辛みが嫌いなうちの娘でも美味しいと言ってました。チキントマトビスク450円です。夏季限定ですけれども、今年はちょっと遅めの登場かな。これも値上がりしましたね。カロリーは意外に低めの 280.8 キロカロリー、 350ml 入っていましたので、娘と半分こなので140キロカロリーです。チキンもゴロゴロ入っていて、マッシュルームスライスもたくさん入っていて食べ応えがあります。濃厚なスープですが濃すぎず絶妙です。とても美味しいです。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。